お、よし。素晴らしい。曲げられ。曲げられ。こんにちは。家系女子会員番号1番のアークフォーライフ坂爪恵子です。よろしくお願いします。同じく家系女子会員ナンバー2番のアークフォーライフの桃木ひろ子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのツッコミどころ豊富な自己紹介なんですけれども家系女子というのは、はい、あの何でしょうか。家系女子というのは私自身が2級建築士であり、宅地建物取引士であり、収納プランナーであり、あのインテリアコーディネーターでありっていう風に家に関わる資格を持ってますので、それ全部言うのめんどくさいのでまとめて家系女子とあ、なるほどなるほど、はい、家に関わることを持ってるから家系女子、はい、もう大多数の方がねラーメン好き女子と勘違いしちゃいますのでねあの説明を補足させていただきましたけれども、はい、1本前の動画であの田園都市線のランキングをね作っていただきましたけれども、今回はですねクイズ形式になっております。動画自体が300人以上にですね、一般の方にアンケートを取りました。横浜市内のおすすめエリアランキングということでアンケートを取りまして、その5位から1位までがもう出てます。家系女子のお二人にそのランキング5位から1位をズバリ当てていただこうという企画になっております。横浜市内のおすすめエリアランキングですので、今回は姉妹対決という形にさせていただければと思いますので、どっちの方がまあ正解率がね高いというところで、まあ住みやすさとしておすすめなのか、まあ家賃相場的になのか、まあいろんなね要素がありますけれども、よろしいでしょうか。さん、じゃじゃん。じゃじゃん。はい、新横浜。どうしてこの新横浜。コンサート会場がいっぱいある。ああ。新横浜アリーナ、うん、日産スタジアム、うん、あとどこだっけ。そんな感じ。そんな感じ。うん、ライブ好きな人とかにはね、いいのかもしれない。はい、なるほどなるほど。4位は横浜。横浜、やはり横浜は外せないかな。うんうん。かなりの数の電車が乗り入れているっていう点でど真ん中です、はいはい、で3位が日吉、はい、日吉は、うん、なんか慶応大学のあるイメージが強いですけど、うんうんうん、病院とかもあって充実してるかな、うん、はい、ここでも2位に多摩プラザが来ましたけれども、やっぱり多摩プラザはどうしても外せない外せないなむちゃくちゃプッシュしてるので、うん、相当ねやっぱりね気になってきました、僕も、はい、もう多摩プラザが、はい、1位センター北、はい、センター北はやっぱりファミリー層が住みやすいところかなというふうには思います、うんうん、はい、なんか何かあったりするんですか、そのショッピングセンターが3つ4つ集中してありますし、うん、映画館もありますし、うん、マンションもたくさんあるようなエリアです。ありがとうございます。はい、ではじゃあ次坂爪さん行きましょうか、はい、じゃじゃん、はい、5位、5位は綱島です。はい、でこれはやはり東横線の通ってるんですけど、今新しく沿線がもう通ったんですかね、3月うん、通る予定なので、うん、これから東京にも行きやすくなるし、あのこれからどんどん伸びてくると思います。4位金沢文庫。4位金沢文庫なんですけど、高級なイメージがやはりありますね、うん、やっぱ南の方の江南区とか、はい、あっちの方の感じだと高級なイメージがあります。うん、はい、3位は多摩プラザです。やっぱりここは曲げられない、曲げられない詳しくは1本目を見ていただきたいと思いますね。そうですね、はい、はい、次に日吉です。はい、日吉京王駅側じゃなくて裏日吉って言うんですか、ちょこ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 お店があるらしいです。うん、日王裏とかって言って話題みたいですよ。なるほど。1位は上大岡ですね、はい、もうとにかく、まあ、デパートだとかがすごく充実しているのと、うん、あと会議室みたいなああいう風な集まるようなところ、うん、もう充実してるし、上岡から教室も充実してて、はい、生活にも困らないよというところですかね。はい、
ありがとうございます。じゃあ桃木さんのも出していただきまして、全く今回は全然違うランキングになりましたので、いまだかつて全問正解出てませんので、これだけ分かれてるのでもしかしたらね可能性はありますので、じゃあ僕の方から5位から順番に1位まで発表していきますので、はい、右側に、まあ正解を書いていきましょうか。はい、はい、じゃあ5位から発表したいと思います。はい、5位、館内でございます。あ館内ですか、はい、館内。悩んだんだ、横浜にするか館内するか。なるほど、そうですよね。まあ、理由としていただいているのが、まあ、栄えていて、まあ、駅から少し離れれば家賃も手頃に住めますよっていうとかだったりとか、うん、横浜スタジアムがありますから、はい、まあ、やっぱり野球好きにはどうしても欠かせないおすすめということで、うん、はい、5位は館内でございます、はい。じゃあ4位の方に行きたいと思います、はい、第4位、桜木町でございます。これも悩んだ、悩んだ。これも悩みました。遊ぶところっていうイメージが強いね。そうですね、うんうん、確かに確かに。でこちらはまあ駅から近いし、まあ、中華街がやっぱりね、うん、ありますから、まあ、食に便利だったりとか、まあ、あとはまあアクセスも良くて、まあ、山下公園だったりとか動物園とか、まあ、楽しめるところが多いかなっていうところで、まあ、人気があるのかなと。今回第4位ということになっております。まあ、ここまでどうですか、納得のできる順位ですか。納得、うんうん、言われてみればみたいな感じですよね。なるほどっていう感じ。ああ、なるほどって感じで、うん、じゃあ3位ですね。第3位、みなとみらい駅です。まあ、遊ぶところですね。そっち側がちょっと多いのかもしれないですね。あ、まあ、駅周辺にね生活動線充実してるとか、スーパーが多いとか。なるほど、まあ、あと景観がいいとかですかね。あ、景色とか、みなとみらいまで行くと少しちょっとね家賃相場はね他の2つ館内とか桜木町よりもちょっと上がっちゃうんですけれども、うん、まあ、基本的に人気はやっぱ高いかな。ちょっとね、空振りが続いちゃってますけれども、はい、まだ分かりませんから大事なのはやっぱ2位1位ですからね。はい、2位1位に入ってくるといいのかなと。いきましょうか。第2位、横浜駅でございます。おー、おめでとうございます。当たった。おめでとうございます。中心が多いね、うんうん、そうですね、まあ、高島屋とか、まあ、大型百貨店、うんうんうん、があったりとか、まあ、鉄道の路線がやっぱりね、いっぱい通ってますから、もう交通の便もいいというところとか、まあ、駅前で一通りの、ね、買い物済ますことできちゃいますよっていうので、まあ、女性にも若い女性とかにも、票がね、集まってるかなというところでございました。まあ、やっぱり一般の方、大勢の方にとってるので、やっぱりどうしても頭に出てきやすい地名がねランキングに入ってるかもしれませんし、うんうん、そういう意味ではだからお二人が考えていただいたランキングの方が少しちょっと濃度が濃いおすすめ度数になってるかもしれないです、はい、1位をね発表したいと思います。第1位、日吉でございます。おお素晴らしい、ほっとしました。お二人が書いていただいたやつが1位に入ってきて素晴らしい。まあ、東急線で、ね、渋谷までやっぱり20分で近いっていうのと、はい、まあ、横浜までも15分というところのロケーションの良さですね。で学生街がねさっきねありましたけれども、うん、ありますので、まあ、物価も安いというところで、まあ、比較的ですけどね安いというところで人気があると、1位がですね堂々の日吉駅。あーいいですね。多摩プラザがねやっぱり多分まだ世間の方にはあのおすすめが届いてないというところで、逆にこれでねこの動画を使って多摩プラザを宣伝していきたいですね。おすすめしていきたい。僕もちょっと気になりましたもん。やっぱり1本目2本目とやっぱ多摩プラザがワードとしてかなり出てきてましたので、ちょっと、ね、今度帰ってからね調べてみてみたいなと思います。結果としては坂詰さんが1ポイントじゃ獲得ということで、はい、桃木さんが2ポイントということで、姉妹対決は桃木さんということで、まあね、書いていただいたねランキング、なかなかねいい情報がねあったかと思いますので、視聴者の方にもあのいい情報が届けられたんじゃないかなと
思います。家族の一員となって、お部屋探しですとか、うん、お部屋のリフォームなどお家建てる方もまで含めてですね、サポートさせていただきますので、家系女子に何でもお任せください。はい、この言葉が流行ることを心から祈っております。何でもね、ご相談いただければと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。夜も賑わってるんで、うんうん、すごい遊びたい人にはいいかもしれない。遊びたい人ナンパスポット、ナンパスポットみたいなのが恥ずかしいよね。譲れる男、丸山大人なんだよ、さすが。